つも見ていただきましてありがとうございます。今日は目から梅酢を取ろうと思います。こういう風にちょっと梅干しにするにはしにくい梅がたくさんできています。この梅を綺麗ところだけ使って梅酢を作ろうと思います。綺麗に洗います。そして綺麗に拭きます。これにお塩をパラパラっとします。こうして蓋しておけば水が上がるので、水が上がったら振って塩水をかけてつけていこうと思います。そのお汁を生姜をつけたりして使いたいと思います。去年作った梅酢にシソを入れて、これに生姜を入れてつけました。梅酢がたくさんあるとたくさん生姜がつけられるのでとっても便利ですよ。ぜひ梅酢をこうして作ってくださいね。